はい、どうもスリアンド TV チャンネルです。はい、今日もねロケに来てますが、今日は東京都の西日暮里谷中ですね、あゆぼうあんさんというお店に来ております。はい、こちらもねもちろんスリランカカレーのお店なんでございますが、早速行ってみましょう。はいはい、やってまいりました。ということで、あゆぼうあんさん、このようなメニューになっておりまして、チキンカレー、ポークカレーと、そして全部のせカレーで、でランチにはドリンクをすることで、でですね、私はもちろんご存知と思いますが、ポークカレーを食べます。はい、アルコール類いろいろ、まあ、これウイスキーとかもあるんですね、生ビール、まあ、ライオンラガースタウトもありますね。はい、デザート、ケトルパニーとココナッツのアイスクリームとかね、そういうのもありますんで、あとでもしお腹が大丈夫だったら頼みたいと思います。はい、なかなかいい感じのお店でございますね。こんな折り紙があったりして、はい、ということですよね。ポークを頼みましたんで到着を待ちたいと思います。はい、ランチにはドリンクがつくということで、やはりセイロンティーを頼みました。基本はディンブラということなんですけど、ちょっと寒いので先にカレーの前に頼みました。寒いのにお前なんで半袖なんだよそういうツッコミはなしでございます。はい、あ、いいね、いい香りですね。セイロンティーいいね。はい、あ、どうですか、 お店はこんな感じで。それなんですか、絵ですかね。切り絵、切り絵がいいですね。はい、ここはね、谷中商店街ですよね。最寄り行く人に西日暮里ですけど、この谷中の商店街の中にございますので、はい、ぜひ皆さんもいらしてみてください。はい、営業時間はですね、11時半から10時まで通しでやってるんですね。で、水曜日は定休日でございます。ぜひ。はい、こちらスリランカカレーのポークになります。ポーク、はい、簡単に説明させていただいてもよろしいですか。はい、お願いします。はい、まず黄色のが豆のカレーになりますね。豆のカレー、はい、こちらチキンになりますね。これはオーエルシンハラスタイルといって、スリランカの伝統的な作り方です。スプーンで触るだけでもうほろっとほぐれます。はい、ポークはゴラカというですね、ゴラカ、酸味のある果物を使っておりまして、爽やかかつコクのある感じに仕上がります。黒く見えるのもそのせいです、うん、オレンジ色のキャベツのマルーンという、キャベツのマルーン、はいはい、キャベツの、まあ、ココナッツ揚げみたいなものなんです、はい、キャベツと玉ねぎとココナッツですね、はい、あえてありますが、うん、赤く見えますが辛くはございません、はいはい、パプリカで入れます、うん、こちら白いものはポルサンボルというんですけども、ポルサンボル、はい、ポルサンボル、はい、やはりココナッツの果肉を他の香辛料と一緒にすり合わせて作ります。はい、はい、一緒にモルディブフィッシュといって、スリランカにも鰹節があるんです、はい、その粉が入ってますので、うん、とても日本人にも馴染みのあるような味になってますね。それが特徴です。ご飯の方はパラパラっとしたのバスマティライスって言うんですが、うん、まあ、向こうのこう細長いお米のなかなか上級のね、あのお米使っております。で最後にこの豆のおせんべい、パパダムっていうんですが、はい、このパパダムを手でほぐして、はい、でパラパラっと振りかけてお食べになることが、まあ、普通の食べ方です。はい、まあ、食べ方ご自由なんでね、はい、あれなんですが、混ぜた時に美味しくなるようには作ってございますので、はいはい、ぜひお試しください。まあ、ピクルスはお混ぜにならない方がいいと思いますが、こちら、はい、ピクルス、はいはいはい、これ全体的にあんまり辛くしてない感じですか。はい、うちはそんなに辛くはないです、ね、ないですか。特にポークは辛さはちょっと控えめにしています。うん、あ、そうですか。はい、まあ、それぞれ別に食べるとそれなりに辛いんですが、はい、この豆のカレーが、はい、ココナッツふんだんに使ってますので、一緒に混ぜるととてもマイルドに変わりますので、はい、大体どんな方でも食べやすくお食べになれると思います。はい、わかりました。はい、どうぞごゆっくり。ありがとうございます。はい、うん、じゃあ食べましょうか。はい、スープーンがありますので、スープーンで食べたいと思いますが、まずパリッとからですね。これクミンがかかってるのかな、これね。
これクミンじゃないのやっぱ、うん、バリクがあります。うん、確かに優しい味でございますね。そしてポークは、うん、肉がゴロゴロな感じですけど、ポークを食べましょう。辛さ控えめな感じですね。うん、もう少し辛くても大丈夫ですけども。そしてキャベツのまあルー、あ、辛くないですね。ホールサンドですね。うん、そうですね、ちょっと白いかったけど、ホールサンボルの味がします。多分なんかレモンかなんかかけてるんですかね。とてもいい感じです。はい、ということでね、これをね混ぜ混ぜしながらですねいただくんですけども、大体ですね最初は1個ずつの味を確かめて、まあその後混ぜていくっていうのがまあ王道な食べ方で、そういう感じなんで、はい、ではいただいてみましょう。はい、はい、いただきますよ。やばい、写真撮らないと。ちょっと写真撮る前に食べちゃったよ。はい、デザートを頼みまして、デザートが参りました。これはどんな感じのデザートなんでしょう。はい、これはですね、はい、あのキトルというですね、向こうのヤシの花の蜜がかかっています。はい、と爽やかな感じですね。蜂蜜、うんうん、だとか、はい、メープルシロップなんかよりもさらっとした感じで、はいはい、爽やかな蜜です。それからあとはココナッツをシュガーと一緒にですね、はい、あのフライパンでいってポイッとさせたものが、はい、かかっています。このアイス自体がキトゥルで作ってるってことですか。いや、アイスクリームはあのバニラアイス。バニラアイスなんですね。ああ、それにキトゥルというあの花の蜜がかかってるんですけど、はい、かかってるんですね。そうです、花の蜜です。蜂蜜じゃなくて人間が取ってるんですね。はい、はい、花の蜜ですね、はい、どうぞ。いただきます。ではいただいてみますが、お水になったらこれは大丈夫です。はい、あ、この蜜がね、下にあるんだね、この。ね、蜜が下にありました。で、下のこの蜜を、バニラアイスにかかってるということでございますね。うん、でも、なんか甘いね。濃厚な。あ、キトゥルですね、確かに。はい。こういうの。あ、キトゥルが。はい。今来ました。はい、MD さんの。はい、ありがとうございます。美味しいですね、やっぱり。キトゥルが。とても美味しいです。はい。はい、完食。うまかったです。ランチとデザート食べ終わりまして、美味しかったです。とてもですね、優しい感じの味ですね。先ほども説明していただいたんですけど、現地のスリランカの家庭で習ったということで、現地の家庭の味を再現しているということで、味は優しめにしてるっていうことだったんですけども、まあそんな感じでした。辛さも程よい辛さで、もしかしたらですね、辛いのがお好きな方はちょっと物足りない可能性もありますが、そうじゃなくて、スリランカカレー初心者の方にはおすすめじゃないかなと思います。はい、ですのでね、この谷中の商店街の中でございますんで、谷中をねちょっとぶらりとした途中にランチにでもね寄っていただければと思いますんで、はい、ぜひ皆さんも来てみてください。詳細は概要欄に貼っておきますんでチェックしてください。はい、ということで今日は西日暮里谷中商店街のアイボーンさんからお届けいたしました。はい、ありがとうございました。はい、はい、終わり。ありがとうございました。